はい、今日はですね、新しくデジタルカメラを購入しましたので紹介したいと思います。コンパクトデジタルカメラ、ペンタックスの MX1 でございます。それでは詳細を見ていきたいと思います。はい、こちらがですね、正面 MX1 の正面で、こうレンズに書いてますね。 1.8 から 2.5 というようになってます。こんな感じですね。で、この左上にロゴが書いてます。 MX1 かっこいいですね。こうやって右下に SR と書いてます。全体的にね、鉄のこう感じがものすごい出てるんですけど、先ほど言いました、あの重さが 391g ってある中に、なんかこのカメラはね、ここ聞こえますかね、この上とこの下にこうね、真鍮のプレートが入ってるらしいんですよ。で、まあそれを要は削れていくとね、こういう塗装が削れていくと、その真鍮が出てきてね、ものすごいこうクラシカルな感じの雰囲気がね出るということで、一時このクラシカルデザインのやつを販売するかっていう話まで行ったらしいんですけど、まあそれはちょっと何もなんでもないやろっていうことでやめたらしいんですね。で、これもともと海外向けの製品で、で去年日本でも発売されるようになったよということで、去年のモデルやったんかな、これがになってますね。で、見ていくと正面がこんな感じで、天板ですね、軍艦部と言われる場所ざーっと見ていきますと、ここにモードダイヤルがありますね。オート、シーンとかね、HDR、ユーザー、マニュアル。で、この辺は絞り優先とかね、シャッタースピード優先とか。で、プログラム、ビデオ。で、これグリーンっていうのがあるんですけど、まあこれグリーン、なんなんやろな。緑を撮るときにいいとか、そんなのかな。で、ここがズームですね。ズームのレバー。で、これがシャッター。で、これがパワーですね。電源。で、録画ボタンに、これが露出補正ダイヤル。こういうの、音を聞きたいですよね、音ね。こういう感じ。結構しっかりした。プラスチッキーではないです。結構ね、カチカチとしっかりした音。これもね。聞こえますかね。こういう感じ。はい。で、後ろに行きますと、これがね、電子、ダイヤルとかで、まあいろんなモードで使うようなね、こういうダイヤルがあって。で、これがなんか、何やったかな、なんかのボタンです、これ。なんか露光量、なんか光とかの量をこう、ポジとして、こう保存するみたいな、なんかそんなんやったみたいですね。で、この辺のボタン関係ね。この辺はまあデジカメでよくあるボタン関係。で、インフォメーション、メニューボタン。こんな感じですね。私映ってますけどね。こんな感じで撮影してます。アイビスミーですね。で、どうしようかな。底面行きましょうかね。お三脚立てる穴と、こうバッテリー入れるとこですね。開けましょう。こういう感じ。バッテリーと SD を入れてます。これがね、ちょっと関係ない話です。すいません。マイクロ SD を入れてるんですよ。これあんまり良くないっていう噂があるんですけど、サンディスク製のね、16GB やったかな。をこれね、キャノンのこの今撮影してるアイビスミニのアンケートに答えたらもらえたっていうね、これです。で、これをね、指してます、使えてますね。だからマイクロ SD で、これ同じメーカーなんじゃないとちょっと厳しいかな。サンディスク製のこうちゃんとアダプターもついてたセットなんですね。それをつけてます。これなかなかいいですね。でもキャノンでもらったやつをね、ペンタックスでつけるっていうのは、なんかちょっと軽く浮気してるみたいな感じですよね。何言うてんのね。はい。で、こうですね。右側面行きましょう。こう。これもね、私結構この辺、こう、重要視するんですけど、ここをなんかゴムとかね、こうゴムでビヨンってやって、こう使い古してきたら、これブランブランになるみたいなのが嫌やねんけど、これね、嬉しいんですけど、こう、あのバネ入ってるプラスチック。音でね、分かると思いますけど、これはありがたい。で、こういう横面ね、これはね、ポップアップフラッシュのボタン、レバーですね。これね、上げてみましょう。こういう感じでね、ポップアップ式のレバー、ポップアップのフラッシュボタン。こういう感じでね、どこだ、よいしょ。
これがねフラッシュ、こういう感じですね。はい、こういう感じになってます。それでは電源を入れていきたいと思います。見てみましょうかね。ポチッとな。でこれも初期設定は完了してますのでね、もういきなり立ち上がってます。こういう感じですね。レンズの出幅こんな感じです。こういう感じですね。で今、モードはオートにしてましてね。で、まあ説明するのに普通の写真撮ってもちょっとねよくわからへんと思うんで、例えば、マクロいきましょうかね。1センチマクロっていうのができるっていうことなんで、ちょっとねおもちゃを持ってきて、こうね、これ何でしょうかね、これね、40歳のおっさんがこうフィギュアを持ってきて写真を撮るとね、こういうことになってます。何やったかな、これヤクト動画ですよ知ってる人は分かると思うね、ヤクト動画です。で、ちょっと映ってるかな、この辺をねマクロにするのにちょっと設定をねしたいと思います。でこの横のボタンですね、こちらね、これをポチッと押すとマクロね、今1センチマクロになってます。でこの辺がこうね触れるところ、オートフォーカスとマクロ、1センチマクロ、これですね、パンフォーカス、これ何て書いてる、無限遠って書いてますね、広く撮れるっていう、ね、マニュアルフォーカスということです。でこう今はちょっと1センチマクロでね、ちょっとズームアップしてみて、この距離感分かりますかね、分かるかな、これほんまに1センチ寄ってみますね、これぐらいかな、めっちゃ顔近いね、これで合ってくれない、いやいやね、来ましたよ、お頑張れ、ちょっと待ってくださいよ。こう映ってるんかな、映さなあかんし、捉えなあかんし、でも、来た、来ましたね。これね、顔認識するんじゃん、これ。顔認識しよう。前か。とりあえずこれでね、これもう1センチ、1センチ切ってんじゃんかなっていうぐらいですよ。来た。ちょっと、追ってない？追ってる？よし。カシャッと。これ。撮れましたよ。ね。もう一回行きましょうね。もう、カメラで押されてますもんね。こいつをプラモデルちゃう、フィギュアが押してるぐらい近寄ってます。来ました、よいしょ、はい、こんな感じですね、撮れました。ちょっと今の撮ったやつ見てみましょうかね。どうやろうな、動画の上、この上の方にも出しましょうかね、撮れたやつをね。で再生モードを出して、でこれでねこうアレンジができるんで、最近のカメラこんな容器ついてますけど、エフェクトかけれますっていうのをちょっとやってみましょうかね。これね。これが出まして、これ下押せたな。これね。これで、まあデジタルフィルターかけましょう。こういうのがなかなかね、真剣に子供とか撮るときはこんなあんまりいらんのかもしれんけど、こういう感じもね。わかりますか、こう、白飛びしてるようなこういう感じと。まあ有名どころとかみんなこう使いそうなのが白黒、セピアとかね、トイカメラ、レトロ、カラーで色テキスト、この色テキストもなかなか面白いですよ。いっぺんやってみましょうか、 色テキストね。ちょっと待って、色テキストの色を変えるときはここのダイヤルを触る、緑を出すか赤を出すか、赤しか出てけへんけど、赤でいこう、赤でいってみましょうかね。でフィルターを重ねないからこれで新規保存、私が映ってますね、来た、見てます、見えてますかね、こういう感じかっこいい、いやこれ結構、おめっちゃかっこええんちゃうん、これですよね、これ思いませんかね。こんなんができますと。今のはね1センチマクロで撮りました。であとはね、この上のシーンっていうのがありますね。このシーン撮影は、まあ、インフォメーションをしてもらって、シーンが変えれます。こういう感じね、シーンモード、ポートレート。今、ポートレートになってます。で、その詳細もちゃんと下に出てくれるんでね。分からへん人もよく分かると思いますよ。人物の撮影に適していますとかね。こういう花とか、風景ね。こういうのはまあまあ、やっぱりコンデジならではで、こういうのでね、ややこしい設定線でも、こんなんでバシバシ撮っていけるっていうね。こうペット、動きのあるペットを撮れるとか、これね、サーフ&スノー、料理、花火、キャンドルライトね。こういう感じです。効果のテキスト、マナー撮影、デジタル、まあ、パノラマ。パノラマもいけますね。パノラマも。こういう感じですね。で、あとは HDR。このユーザーってのもあるんですよ。ユーザー。これね。ユーザー。これは、自分で全てをこう、
カスタマイズできる。これカスタムイメージ、これイメージどうするか、こういう感じね。これ全部ホワイトバランスとかね、露出と全部変えれる。これを設定したやつを呼び込まして、このユーザーに放り込んでおくと、あ、よく使うところでね、こういうのが発揮できるということですね。はい。で、まあ、いろいろね、もう使い方次第でいろんな設定ができて楽しめるんですが、私ちょっと動画を撮るのでね、ここいらへんで、動画を撮りたいと思います。これでね、動画を。で、動画を実際、まあ、とりあえず三脚に乗せてみてね、これまだ乗せてないんですけど、撮ってみたいと思います。ちょっと被写体はね、今から考えますんで、楽しみにしてください。